CDR さん、またか。もう CRD って覚えてくれませんか、いい加減。こんばんは。ナイキバイユーのダンクですが、SB 仕様の方を出してほしいと思っている方が多いかと思います。なぜ SB 仕様のダンクを出してくれるのか、また出せない理由は何かあるんですかね。CDR さんの見解が聞いてみたいです。なるほどね。うん。CDR の見解だと、おそらく、普通に SB の方が人気やからなんですよ。SB の方が、なんかね、やっぱりストリートっぽいし、かっこいいしっていうのがあるし、うん。なんかね、SB の方がね、遊んでるの多いんですよね、見た目的に。ストロベリーコフもそうやし、ガンダムもそうですけども、SB の方がね、やっぱりなんか遊びがあって、面白いっていう、多分、ナイキ的にも、ダンク SB は、普通のダンクよりも、ブランド価値としてね、カテゴリーの価値としては、おそらく、レベル1個上ぐらいで思ってると思うんですよね。だから、なかなか、作らないんじゃないですかね。うん、SB 仕様をもし、バイユーで出したとしたら人気は出ると思うんですよ。みんな欲しがってるから。だけど、それすることによって、SB の人気に、限りが出てしまう可能性がある。うん。だから自分で自分の首を絞めてしまうことになりかねへんから、希少性とかブランド価値っていうカテゴリーの価値を保つために、わざと出してないんやと思いますよ。うん。まあ、出たら売れるでしょうね、おそらくね。うん。ローは今普通に作れますけど、今のバイユーでも人気なぐらいやから、うん。出たら売れると思いますけども、なかなか出せへんのちゃいますかね。もう、いよいよ、なかなか SB も売れへんでってなってきたらやるかもしらんけど、うん。それまでは出さないでしょうね。今までのナイキの傾向やとしたら。うん。と思いますね。すいません、ここでアフレコ入ります。まあ、ダンクバイユー自体はね、普通のダンク、SB じゃない方のダンクバイユー自体は結構本当に人気で、すぐ完売したりするんですよね。今度もまたね、再販されるっていうことで言われてまして、何回か完売しては再販の繰り返しっていう形になってるんですけれども、今度はまた11月17日に再販の予定があるということでですね、ダンクロー365バイユーということで出るんですけれども、ナイキはこういう風にして、品薄商法というか、価値の高いものを少量ずつ出すっていう風な、そういう売り方をしてですね、確実に売り切れさすっていうのがめっちゃうまいんですけれども、対してね、アディダスとかプーマとかそういうところに関してはあんまりこのね品薄商法をすることがなくて、割とねボン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 人気のあるものをね量産しちゃうらしいんですよね。まあナイキもこのねバイユーで出してること自体が量産とも取れなくはないんですが、それでもやっぱりねバイユー、まあ、受注生産やのに売り切れるっていうね、なんかそういう仕組みを取ってて、絶対もっと大量に作れるはずなんですけど出さないっていうのはやっぱりここはダンクバイユーに価値を持たせてんねやろなというふうに思いますね。おそらくジョーダン1をバイユーに出さないと同じようなことなのかなと思います。 SB がねバイユーで出ないもんだから、バイユーで SB のカラー、人気のあるカラーをですね再現してる方で結構多いんですよね。 SB 仕様だとねタンが分厚かったりとか、あと履き口の部分もね分厚かったり、ちょっと特有の丸っこいシルエットがあってねかっこよかったりするんですよね。ああいう仕様の部分まではちょっと再現できないと思うんですけども、ダンク SB バイユーが出るまでの間は普通のダンクバイユーで SB のカラーリングっぽいのを作ってみるっていうのもねいいかもしれませんね。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。CRDでした。